第13期中央顧問委員会常務委員を務めた。1913年1月25日に河北省事件に誕生した。遠京大学を中退した後に1935年の129運動に参加した。1936年に中国共産党に入党する。延安ではエドガースノー、アグネススメドレーラの通訳を担当する。 1941年から首都区の秘書を務める傍ら外交にも従事する。1946年に要件への秘書となる。1949年国民党外交部の接収を指揮した。1953年朝鮮戦争停戦交渉の中国側代表外交部西ヨーロッパアフリカ局局長となる。1954年の第一次インドシナ戦争の 休戦に関するジュネーブ会議、1955年のバンドン会議に代表団顧問、報道官として出席した。1960年から1971年までガーナ・エジプト・カナダ大使を歴任した。1971年に中国を訪問したアメリカのヘンリー・キッシンジャー大統領補佐官との交渉を担当した。 国際連合における中華人民共和国の代表権獲得後、初代国際連合大使に就任。1976年に解任された共感化に代わって外交部長に就任し、国務委員を兼任する。1978年に日本の園田正が愛務大臣と日中平和友好条約に調印し、アメリカとの国交正常化も担当した。 1978年の東昇平の日本訪問と1979年のアメリカ訪問に随行した。1980年に国務院副総理、1983年に第六期全国人民代表大会副委員長に選出される。全人代の代表団を率いて各国を訪問し、1992年には日中国交正常化20周年を記念して、 団長として再来日した。2010年11月24日に腎臓病のために亡くなった。97歳であった。ありがとうございます。